絶対に救えません。0勝8敗。でもここまで来ると、なんか慎太郎を助けたいっていうより、なんか自分を助けたいみたいな、そういった防衛本能を働きかけてる状況なんですけれども、でもまだ本気で救いたいという気持ちはケムクジャラです。故に補強しました。まずはラインナップ、もうこれご覧の通りですよ。もうアスレチックスじゃない。ここまで来たらホルヘ・ポランコいただきました。やっちゃったこれ。で、さらに、まあ、DH ポランコ完備。で、さらに、パスカンティーノ。はい、来ました。長打力。で、さらに、ビジョンたっぷり。とにかくもう、打って、塁に出ちゃおうよ、みたいなね。そういうラインナップでお届けしていこうと思います。だから、フォアボールなんて、もう取れない。このゲームの性質上。だからもう、打って頑張るぞっていう。で、しかも、俺は慎太郎だけでなく、チームも救いたいって最初に言いました。故に先発、ご覧の有様です。ソロかサンドバル、この2つ加入したことによって、藤浪との3本柱、いや、っていうか、アイコフ含めての4本柱で、今回、マイアイ・マーリンズ、クエイトです。来ました。まあもう、歴戦のレジェンドプレイヤーではあるけどね、過去に20勝もした、もうすごい選手ではあるんだけれども、もうさすがにガス切れのライター、ちょっと燃費悪くなってきてるんで、ここを仕留めに行くぞ。申し訳ない。クエトの現役生活、ここで終止符打たせてもらうかもしれない。めっちゃくちゃ似てんだけど。このゲームのドミニカ系選手の再現度の高さたるや。一方でアジア系の選手全く似てないからね。吉田と菊池同じ顔だからね、このゲーム。まあ海外の人から見るとそういう風に見えるんだろうね。まあ分からなくもないけど。さあ、このクエト独特の投球フォーム。さあ、今日でこのクエトの髪全部むしり取ってやるぞ。いけ、マッカーシー。いいね、いいコンタクト。ボールもなんか真ん中に寄ってるしね。顔のパーツが全部中心に寄ってるみたいな、あのブラックホールの原理によって。いくぞ、示し合わせてやるぞ。いけ。立ち上がり、寝込みを襲え。しっかり見えてる。まだクエトが、むにゃむにゃって言ってる時、その隙を狙って、ホームラン来い！なむにゃらしゃーと、むにゃむにゃ。なむにゃな。こっちが寝起きだった可能性もある。さあ、強奪したアライス。恩返し団行こうか。リアルのアライスめちゃくちゃやばい。今大活躍だもんな。おお、こっちでも。素晴らしい。まずは恩返しヒット。よしよしよし。初回からこんな塁に出たことあったかな、今まで。アスレチックス設立以来なんじゃないかな、むしろ。ここまで来たら。さあ、ターナー続け。本当に出るわ。これ本人が監修したんかと思うもんな。投球フォームもクリソツ。クリソツ武豊。まあこれは引っ掛けたな。取んの？これサード誰？ウェンドルか？これ。ウェンドル、お前めちゃくちゃやる気あんな。ウェンドル、お前は俺の。くっそー、やる気あるな。でもね、マリンズ、俺がアライス強奪したことによって、要注意な選手があんまりいなくなったんだよね。まあ、チザム。ああ、これはどうだ。あ、これ間に合う、間に合う、間に合う。よし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 。早速チャンス到来。こんな初回からね、2人もランナー出ることないっすよ、今まで、本当に。いや、これは補強した甲斐があるわね。さあ、そしてさらにルルグリ登場。ユリグリがいるんですよね、マーリンズ。なんか制球が定まってない感じすごいしてる。これは強行だぞ。マジで。キョドってる。クエトが。まさかの。マーリンズのファンも困惑。これにはさすがに苦笑い。さあ、続きましては、願いましては、新戦力ホルヘ・ポランコ。ホルポラ。いや、これポランコまで繋いだらとんでもなくなるよ、これ。様子見。あいー！そりゃたまらず、バットもくるくる投げるわな。さあ、行くわよ。出たわね。
マジで。それはもうあれやろ、これ。ここまで来たらもうあれやろ。サークルチェンジ。さあ、OPS。ありえないぐらい低いです。びっくりしました。OPS 低くてもね、ポランコ、君には長打がある。もう遠くまでパコーンって、ボテボテのゴロホ、ボテボテのゴロホ、残塁マニア歓喜。さあ、そして、このレコードです。ルーキー藤波、0勝8敗。10度目の正直なるか。さすがに、まだ遅くないよな。こっから8連勝すれば8勝8敗になるんだから。全然大丈夫。シーズン的にはもう6月だっけ。だから残りあと4ヶ月ほど全勝すれば10勝8敗くらいになるかな。よしよしよし。バーティ、足の速い選手なんで、フォアボールだけやめてくれよ。むしろ三振。奪っていけ。相手の心。心と全財産。よし。トゥートゥー。なんか見れば見るほどどんどん千原ジュニア化していく慎太郎の顔が悩ましい。そして俺は悔しいよ。見逃していたらそれはそうなるんですよ。2ストライクの状態でストライクゾーンにボールが入って見逃したらそれは三振っていう風になるんですよ。一球いただきます。これはもう花の都でしょ。オークランドも住めば都って言うから全部。ちょっとこれやばいね。これでもだいぶ脅したから今。インサイド、インコース。かなりの脅迫ボールだったんで、相手、おじきづいてます。たまらず、今のすごいな。めちゃくちゃいいボールだった今。春風のような、春風香るスライダーでしたね。やばいね、ちょっとパヨン作り込み気味だな、ちょっとこれ。ちょっとまずいな。ほんと、フォアボールだけはなし。むしろ脱三振。よし、追い込んだ。いや、とにかくね、今まで、まあ、9回登板して、立ち上がりが全部、なんだ今の、ちょっと待って。イグレシー。イグレ、なんか、スパイか、お前。なんか、契約結んだんか、藤波と。今のはちょっと疑われちゃうね。2者連続三振。さあ、そして、チザム。このゲームの表紙を飾ってます、なぜか。なんか知らんけど。なんでチザムなんだろうな。え、今の入ってないの？あ、そりゃブチギレるわ。そりゃ口も動くわ、独り言。そりゃ独り言も増えるわな。あ、今入った。帳尻来た。帳尻が来ました、審判による。日本だとよくあるけど、それ。海外でもあるんだ。いや、これ3者連続 3K あるよ、これ。令和の K。令和の 3K 来るよ、これ。3K 来たー！今日違う。今日マジ違う。お、いい音。わ、これは切り裂いた。来たー、宇宙間。やべ、お返しという名の禁断症状出てる。ベロ出してよだれ垂らして白目向いて、アライスが。ダブルベースヒッツ、来たー。いい音したもんな。ペコ、まあ、ワンアウト。全然こっからでも大丈夫でしょ。ワンアウト。二塁。さっきはツーアウト満塁だったけど。大丈夫。俺はめげない。諦めない。泣いちゃダメ。行くわよ。SNK プレイモア。一球。まず初球は SNK プレイモアか。そうね、ターナーがね、やっぱ調子のね、浮き沈みがめちゃくちゃ激しくてさ、ついこの間火吹いたかっつったらもうこの感じなのよ。おひげを蓄えてらっしゃるけれども、こっちもね、やっぱ心の胸毛、毛むくじゃらだから、わあ、追ってしまった。チャンスは作るんだけどな、やっぱクエトのこの老練なピッチング。技術力に若干ちょっと白旗ムーブなんですけれども、これでいやー言ってほしいな。少なくともジャンセン今日2打数1安打です。打ってます、しっかりつなげてほしい。アライスの出塁無駄にしないでほしい。今日2回目だからね、言うて。マジ頼むわ。横目で見てる、チラッと。いやー、これ無理っぽいな。
これすげえ無意っぽい。今日も見殺しにするかもしれない慎太郎を。サークルチェンジ、とりあえずもう粘るので精一杯。でも6回でもう80球手前だからね。一応ねちっこいバッティングはしてるんだけどね、こっちも。もう本当に打ってもらうのを俺はただひたすら眺めてるしかない。傍観者、監督は常に傍観者である。危ね。さあ続いてルーグリです。頼む、ルーグリ持ってほしいな。全体的にみんなね低調なんですよ。粘った、今チンコ当たったよね絶対に。フォルテス、ニック・フォルテス、俺サインカード持ってるけどね、実はこんな正捕手になると思わなかった。すごい、もうライトやる気なすすぎでしょ。追いかける素振りすらない。すごいな今の。お、いい音。これも落ちた。これは帰ってこれないよな。いや来た来た来た、チャンス作れてる。問題はこっからなのよ、継ぎはぎだらけのこのチームバッティング。サークルチェンジ、まずはサークルチェンジ一服。いや本当に作戦とかないもんな、これに関しては。もうやれることがないからな。さあ SNK プレイモア91マイル早っ。めちゃくちゃ速い進化、そんなことある。からの緩急、10マイル差。高速シンカーからのサークルチェンジ。これ打てねえわ、これ無理だわ。さあ見てる。ただねちょっと制球力荒れてるんで、荒れちゃんなんで。実際ね85球、37歳で85球はね相当一苦労よ。体中筋肉痛。これはおかえりなさーい、おかえりなさーい。え、2人目くんの、うそ、そう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 。いやそりゃ高らかに右腕拳ラオウだわ、まさかの。オークランドのラオウ降臨した。ルルグル、うっそ、この2点。いや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 、ちょっと思っても見なかった、ちょ思っても見なさすぎてあんまりリアクションできなかった。これあら、あっさり打ってたもんだねこれ。まあひどいねこれ。うわ、うまっ。え、誰ファースト今の、好きなの、何今の。背面グラブトス、くそ、紙面飾りやがってよ。何がしてんだこれ、だかかってこいやこれ。お前噛みつけたいのか、噛みつけたくないのか、お前はっきりそうか、お前こら。あ、はっきりすんな、はっきり、はっきりすんな、タココラ。タココラ、お前、はっきりすんな、お前。まあ、1点、おい、帰ってくる、おい、帰ってくる、帰ってきます。おい、マジで、マジ、言葉にできない。って、本当にこういうこと言うんだな。89か。よし。OK。さあ向こう先に系統に入りましたね。クエとコーバン、そしてバーンズ来た。向こう結構ガチです。さあそれに対するこっちは新戦力パスカンティーノと来たもんだ。これ WBC ではあのイタリアの代表にもなったりしてね。で今ロイヤルズのもう主力として、主砲として大活躍してるんで、だからあわよくばゲームの方でも活躍してくれたらなという込み、その思い込みでの獲得と踏み切りました。さあノーツーしっかり見てるわよ。一発ないかな、来てくんないかな、お邪魔しますっていう感じで、ラフな感じでいいのよ。ラフな感じで一発ホームランちょうだい、パスカンティーノ頼むから。もうね、もう祈るしかないのよね。こちらサイド、さあノースリーから打ってきた。いいね、積極性、そして先見の目。もうパスカンティーノはねもうしっかり見ていくから、チラチラなんて見ない。あのスポーツ選手に取材しに行く時の女子アナみたいな、あんぐらい目がん決まりでずっと顔面にらみつけてくるみたいな、あれ見すぎだよね、めちゃくちゃ怖いんだけど。あれでもあれぐらいの気持ちで対峙してます、パスカンティーのバーンズと。こいや、見た、しっかり、お腹空いてきた。
喋りまくってると。お腹もすくし喉も渇いてきた。ちょっとイロハスの塩とレモン。さあ、そしてピンチランナー、ちょっとルイーズ出します。監督動きます。じゃあ早速いつも通り奪いますか。二塁いきます。さあフォルテストの握力勝負。はい、ウォータースライダー、港町マイアミからお届けしちゃいます。はい、垣根越えた。港の垣根越えて、これ今球場と一体化したよ。さあここで8番チャップマン聞いてくんのよ。荒れてるね向こう。まだ肩できてないか。温めてあげようか、むしろ。なんならガツンと遠くまで飛ばしてさ、ボール。ツーワンナックルカーブ。だってまだノーアウトだからね。あれで、しかも次ヌートバーだもんね。ちょっとこれ様子見ようや、一回。これ自滅待ちあるよ、これ。自滅あるんじゃない向こう。ど真ん中。ど真ん中、びっくりした、これ。六家庭。これはもう、戦っていくしかないよ、これ。もうコンクラベだわ。男でしょ。ああ、これもう男でしょ。織田裕二風に言うならば。ああ、もうこれ男だよ。うん。男です。男が好きです。小田裕二です。来た。よしよしよし、これ絶対帰ってくる。来た来た来た。しかもネクストベース、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 いや、そりゃこんなガッツポーズ、ガッツポーズ。さあ、両腕パーよ、そりゃ。いや、でもこんなもう、あれしてまうやろ。そりゃもうあれよ。今日に関しては、いやマジで、あの縦島のソウルスピリット、その思いを超えて白球投げてほしいね。うん、ユニフォームは縦島、心は横島。あ、今絶対振りました。今絶対振る。なんでワンボールになってんのこれ。おい、審判の目潰れてんじゃないか。お前、目ついててもこんな感じだったら潰してやろうか。ついててもついてないんだけど、変わんねえんだからよ、マジで。ひとたまりもねえな。野球は101球目からってね。こっから。はい、プレイボール。あ、これちょっと待って、やばいかもしんない。めっちゃ、ナイスプレーだけど。足が速い、バーティー。うわー、やばい。ノーアウトから。これ、盗塁全然ありえますね。これ怖いわ。ちょっとね、ストレッチじゃなく、これちょっとウォームアップに切り替えます。ストレッチから。これ、警戒だわ。あ、バントか。おお、ノータイムでファースト。いや、今、二塁行けたんじゃねえの。まあ、でも安全策か。ああ、そっか、チザムだからか、次。やばい、これ、シングルで帰ってくるぞ。バーティーの足の速さなら。おや？おやおや。亀山くん。おやおや。一気にツーアウト。いや、こういう、やっぱね、バントってあんまりやっぱ良くないかもね。まあ、この1点争う世界だったら大事かもしれないんだけど、こういう恐れがあるから。無条件で相手にワンアウト上げてるから。ノーツー。やばい。なんでこう、自分を追い込みたがるのだろうか、彼は。わからない、僕にはその気持ちが。もうちょっとリラックスしようよ。おい、なんで苦しめるような真似を。マジで。被害者と加害者が同居してるじゃん。藤波。このままだと。そういう。いや、これはちょっと怖いね。ザック・ジャクソンにするか。うん、もうこれしかないわ。変えます。いや、結構粘ったんだよ。もうちょっと俺は、ね、食いしばりしたかった。できることなら150球ぐらい投げたかったんだけど、ちょっとこれ厳しいわ。で、デラクルスでしょ。ここ怖いわ。一番怖い、一番怖いやつ。フォーシーム92マイル。とにかく長打さえ打たれなければ、なんとかなる。あれ？
なんかこれやばいぞ。なんか不穏な感じだぞ。おい、なぞるなよ。藤波のルート。おい、なぞってるぞ。今んとこなぞってます。ピッチャー変わっても、ピッチャー変わってもなぞってますよ。おい、未来変わらないぞ、これ。どういうことだ。おい、追い込み症候群、追い込まれ症候群。一球も入ってません、今のところ。ちょっと待って、これまずいぞ。おい、ザック・ジャックス、どうした。はて、はて、いや、危ね、捉えられてるよ。おい、ウェンドル、ちょっと待って、やめてくれ。話し合おう。一回バットを捨てろ。バットを置いて話し合おう。まずはそっからだ。議論、議論を深めていこう。なんかそんなやばい、おちゃらけてるこいつ。ダメだ。あー、やばい。え、これ取れる。なんでこんな緩い、緩い落下地点の進み方、こいつ怖いんだけど。いや、ちょっと緊張してきたわ、マジで。ジャクソン頼むぞ。さっきすごいふざけた表情俺見ちゃったから、あんな一面あるんだって、見たくない顔を見てしまったから。頼むわ。やばいぞ、なんか雰囲気やばいな。いや、でも頼りにしてるからな。頼むわ、本当に。ジャクソンがあと赤いランプ3つ灯せば、藤波に白星がついて似合う。うわー、マジか。これ恨みあるだろう、ジャクソン絶対藤波に。しっかり捉えられたな。今んとこボールゾーンにしか球行ってない気がするんだけど。やっと行ったストライクゾーンのボール打たれたっていう。え、しかも、あ、打たえー、こいつ絶対恨みあるぞ。ちょっと待って、これ緊急降板ダメだ。一気に信頼型落ち。これは思ってたのと全然違う、思ってたのと全然違ってびっくりした。これもう関係性改めなきゃいけないわ、これジャクソンと。うーわ、え、しかもなんで一回前に行ったの。ちょっと追い方、馬球の。あー、しかもタッチアップしてる。走塁意識高え。打球の追い方怖、不安材料出まくりじゃん。いや、打球の追い方めっちゃ怖かったんだけど、一回前に行ったからね。うわ、マジか、スクイーズ。ちょっと後ろ向きすぎやしないか、マーリンズ、僕ちゃん。もうちょっと泥臭いさ、バッチバチの野球やろうよ。そんな小賢しい小細工なんていらない、全部捨てろ。武器なんて素手でかかってこい。手で打て、バット捨てろ、手で打て。お前は突き指しろ、そしてなんならそんぐらいの気持ちでかかってこいよ。これ低め、徹底して低め。で、ゴロ。ゴロで打ち取って終わり。マジで。よし、来た！頼む頼む、間に合え！うわあ！うわあ！危なかったー。あ、祝福されてる藤波が。ああ！ああ！そりゃ祝福されるよな。いやー、やっと勝ったー。いや、最後まで。いや、これ、脇汗ドバドバ、手に汗っていうか、脇汗握る試合でしたね。やっと勝っちゃいました。メジャーデビューしてから、約3ヶ月ぐらい経ってますね。で、10度目の正直です。お待たせしました。1勝8敗です。